初投げのダーツで1000点超えるの2回目です。こんにちは。こんにちは。はい、今日もバレル紹介です、はい、この年末年始いっぱいバレルが、年末年始違うわ、年末にバレルが、12月にバレルがいっぱい発売したからもう詰まってます、はい、まだ紹介しきれてないダーツもあります。今日は、私のゲームと友達ゲーム仲間の柴田豊和選手モデルですね。まあ多分このチャンネル見てる人は結構知ってんじゃないですか、柴田豊和選手。まあ2018年度ジャパン年間ランキング2位、2019年度3位ですね。もう言わずと知れた結構古い選手、多分上位に入ってきたのってほんとここ4年とかそのぐらいにだと思う。だ4年5年4年ぐらい。初優勝も結構最近だったと思うよ。新潟なはずなんだけど、初優勝がジャパンの2016年ぐらいだったと思う。だから4年ぐらい、うん、確かね、ちょっと定かじゃないです。それまでも強い選手ではあった。ダーツ歴ももう15年以上やってるはず。僕はね、夜な夜な毎日一時、今ねちょっと一緒にやれてないんですけど、最近は夜な夜な毎日一緒にやってましたよどっちかが仕事終わりそうな時に LINE 送って、そろそろ終わりますもうやってるよとか、もうこれから家帰りますとかやって、毎日やってました。そんな柴田豊和選手のシグネチャーモデルですね、ジョーカードライパーエイペックス。エイペックスレジェンズじゃないですエイペックスで、柴田豊和選手が使ってるのがこれのハイグレードモデルって言ったらいいのかな、 ST5。 そっちは手が出せません。そうですね、7万円近くします。高いです。ちょっと手が出なかったのでシグネチャーモデルを今日はご紹介します。ジョーカードライバーエクストリームエイペックス 2BA ジョーカードライバー柴田豊和選手シグネチャーモデル、コンセプトモデルシリーズ ST のエクストリーム版が登場です。今作は ST5 をベースに最大の特徴の武骨なリングカットや11面多角形スペックなどはそのままに、フロント部のデザインのみ変更し作成。中心は柴田選手が使用しているものと同様のミッドフロントに設定されています。材質タングステン 95%、 単体重量 20g、 全長 41.5mm、 最大径 7.4mm、 重心ミッドフロント。はい、ジョーカードライバー、昔ね、すごい選手いっぱいいたの。今も結構また増えてきたんだけど、一時期ちょっと柴田豊和選手一人みたいな感じ、一人ではなかったよ。ジャパンで上で活躍してるのが柴田豊和選手一人みたいな感じな時期もあったんだけど、今また増えてきてる女子も。まあ日本のダーツメーカーの中で一番高級ブランドで、青井くんが使ってるシリーズだもんね。そうです、青井くんがジルコン。まあこのエクストリーム版は手が出しやすいといえば出しやすい値段になっております。こちらのお値段、今回限り税込み16,500円。まあそれでもちょっと値段はね、うん、高いね。でもジョーカーの作成してるの見たら手作業、これ手で彫ってるわけじゃないんだよ。あ磨きとか、はい、ほんとバリ処理とか、もう一本一本すごい精巧に作られてる。ほんと前も言ったけど、俺この機械加工っていう仕事をしてたし、地味に好きなんだよね。でほんと
タングステンを 95% 使っちゃうと多分値段も高い、さることながら硬くて削る方の刃が持たないさ、やっぱ耐久性が悪く、その分コストも高くなる。11面多角形ってすごいよね。なんか六角八角まではよくあるけど、11面360面にしちゃえば丸いや俺車も好きだからよく車で例えちゃうんだけど、クラウンアスリートぐらい。わかる？クラウンアスリートはわかりますか？クラウンアスリートぐらいの感じ。どういうことですか？うわ違うなみたいな。クラウンアスリート、まあ、違うのは全然わかりますよね。やっぱなんか違うよね。ダーツってさ、別にさ、なんかこのカットがどうとかはいろいろあるけど、例えば別に車みたいにさ、値段が高いから横滑り防止装置がついてますとか、値段が高いからぶつかっても運転席が守られますとか、エアバッグがいっぱいついてますとか、そういうわけじゃないじゃん。だから本当投げた人がいいって感じるためにはこういう細かい処理とかってすごい大事だと思うんだよな。でこれがもちろん合わないって人もいるだろうけど、多分普通の例えば1万円ぐらいのダーツ、7000円ぐらいのダーツとこれを投げ比べさせた時に、値段を言わないでだよ、見ないで渡したりとかして投げた時にどっちが高いダーツでしょうって言うと、で分かる気しない？多分これ新品のダーツ両方とも値段どっち高いって渡して持たせた時にこっちっていう人の方が多分多いと思うんだ。こうね、同じように見えて、これも合金だから、合金っていうのも技術が必要だったり質があるから、うん、多分いいものを使ってるんだと思うんだ。ダーツ折れたことあるからね、俺のじゃないけど、俺が売ったダーツで、どこの何とは言わないけど、はい、お客さんが買っていきました、初めて買ったダーツですって、してうちの店じゃない場所で投げてたの、はい、電話かかってきて、折れたんですけど、いや俺シャフトが折れたと思った最初、はい、あー持ってきてくださいって言ったら、ダーツ折れてた、このかなんつうのカット入ってるところ、まさかっていう。国内のメーカーですけどね、どことは言わないけど、まあ、交換してもらいました。それは交換してもらいましたけど、折れたことが、まあ、絶対そういうことないよなっていう感じじゃない、はい、これでカウントアップやってみよう。あ、セッティングちょっと変えよう。よーこなしてる。
こなしてきたぞ。初投げのダーツで1000点超えるの2回目です。すごい。いやいいんじゃないでしょうか。いいんじゃない。どうでしたか、投げやすさ。なんか安心しますね。あ、分かる。すごいなんか安心してこう、あ、こうすればいいんでしょっていうのが分かる、はい、なんかね、他のダーツとか今自分使ってるダーツとかも、まあ自分使ってるダーツは多分慣れてるからっていう安心感があるんだけど、それ俺初投げじゃん。初投げだけど、あ、
これでしょっていうのがピッとすぐ来る安心感あるよね、はい、やっぱりねトルピードが俺は好きはいジョーカードライバーああなんだっけエイペックス投げました結果2人ともまあ初投げで青い契約点オーバー俺も途中ねハット4回連続で出て1000点超えました初投げで1000点超えるダーツ2回目ですね2回目すっげーいいダーツ使いたいちょっと値段ね16,500円で少し高いかなって思うかもしれないけど手を伸ばして使った方がいいダーツだと思いますほんとめっちゃいいダーツなんでダーツ今買い替えようと思ってる人本当に使った方がいい指導しなくてもいいと思うよこれ本当にいいダーツでしたはいエイペックスのご紹介でした今ここに葵がいない理由は、この後の映像で、明らかになりますそれではありがとうございましたあっすくぶきですなっちゃうけど靴真っ白だけどご視聴ありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますおすすめ動画はこちらになってます見てねいいんじゃない